よく来たな、ケンシロウ。ここが貴様の死に場所だ。ジャギ、レイとアイリはどこだ？ちゃんと生かしておいてやるぜ。レイ、アイリ、最高のショーの始まりだね。そうだろう、お前たち。さあジャギさん、パーティーと行こうじゃないか。ケンシロウを血祭りにあげちゃいなよ。まったく愉快な野郎だぜおめえはよ。いいか、そこから一歩も動くなよ。一歩でも動けば人質を切り刻んじまうからな。なぜ人質を取る？どうして己の剣だけで戦おうとしない？あって剣法が全てじゃねえ。要は勝てばいい。どんな手を使おうがそれが全てなんだよ。いいか、弟に、たかがケンシロウごときに俺様が負けるはずがねえ。兄より優れた弟なぞ存在しねえってことをこの場で証明してやるぜ。俺様の名を言ってみろ。俺は真の北斗神拳伝承者、ジャーギ様だ。この凄み、昔のケンシロウではないな。なぜだ、なぜこうまで。俺は今日まで無数の敵の血を流してきた。その友達の血が俺を変えた。もうこうしてやるね。おい、誰がレイをやっちまえ。
体どうしちまったんだ。おい、あれは今日の名都騎影剣。ナダイ、まさかお前が。すげえ、こうなったら本気でやってやるぜ。ケンシロウごとき俺の剣でぶっ殺してやるぜ。俺は貴様を生かしておいた。自分の甘さを後悔している。その悔いをこの場で断つ。うるせえ、今こそ己に北斗神拳の真髄を見せてやるわ。様がケンシロウごときに終わりだ。ジャギー、待て、ケン。バカだ、俺の飛行が解けただと。どこに行きやがった。地獄に叩き落とすと。誰が、誰が俺を助けろ。やだよ、なんで僕があんたを助けなきゃなんないわけ。僕はあんたの弟でもなんでもない。こんな邪魔が入るなんて、あんた運がないね。新しい弟にも見放されたようだな。この俺様が、この動くんじゃねえ。てめえの悪運もここまでだぜ。